うちから車で30分ぐらいのところに旦那の実家があった。義母が他界した後一人暮らししていた義父が地方になって老人ホームに入り、そこが空き家になって1年ぐらい経った頃のこと。偶数月は私、奇数月は義妹で、交代で空き家になった家に隔週で風を通しに行ってたんだ。どちらかが住めばいいんだけど、地下鉄の駅からバスで40分、そこから徒歩20分と通勤に不便だったから、いずれどうにかするにしてもその時は保留状態だった。ある日のこと、実家に行ってきた義妹がうちに来て、実家が何か変なのって義妹が言うにははっきりこうだってのはないんだけど、この前行って玄関に入った時にいつもはない匂いがしたらしい。空き家って言っても毎月2、3回は天気のいい日を選んで行って、全部の窓を開けて空気を入れ替えてるし、消臭芳香剤も部屋ごとに置いてる。だから今まで玄関に入って不快な匂いがしたことなんてなかったのに、なんだろうと思って家中調べたけど原因がわからなかったらしいのね。それでまさかと思うけど不老者が住み着いてたりしないよなと思って、近所の空き家で実際に会ったから、玄関から廊下を通ってリビングに入る扉の上部にトイレットペーパーの小さな切れ端を挟んで帰ってきたらしいんだ。で、その日やっぱり玄関を入るとほのかに異臭がしたので注意して確認してみたら、トイレットペーパーの切れ端がなくなってたらしい。それで今度は2人で義実家に向かった。2人で離れないようにして一部屋ずつ窓を開けて明るくしてから目を皿のようにして細かく確認したら、確かにおかしい。ソファーカバーに私でも義妹でも互いの旦那でもない長さの髪の毛がついてて、そこのカバーだけが明らかに匂い、義妹の想像が当たってたのかもと思って旦那に相談して小型の監視カメラをつけた。そして近くの派出所に事情を話し、何かあったら即対応してもらうように頼んでおいた。それから1週間ぐらい経って侵入者が逮捕された。どうやら義父が地方書記だった頃に玄関の鍵穴に鍵を差しっぱなしにしてたことがあったみたい。それを抜いてスペアキーを作って元に戻しておいたらしいんだ。逮捕された男は40代の不老者で、その頃はまだ不老者ビギナーだったそうな。地方の独居老人が住んでるのは分かってたし、いずれ空き家になると踏んで様子を見てたらしく、案の定予想通り空き家になってからは雨の日の夜だけ侵入して寝てたらしいんだ。時々私たちが天気の良い日に風通しに来てたことも知ってて、勝ち合わないように気をつけてたらしい。最初の頃は見つからないように寝るところにはできるだけ綺麗な新聞紙を敷いてたらしいけど、ついつい慣れてきてソファで眠っちゃったって。そのことがあってから義妹たちと相談して中の物を整理し賃貸に出すことにしたんだ。実は風通しだけでなく、時々義父の衣替えの服を取りに行ったり、実家に確かあったはずなんて言って大工道具とかいろいろ取りに行ったことがあって、それは雨の日や夜だったこともあったんだよね。もしかしたら40代の不老者男性と女一人で対峙することもあったかもしれないと思うとゾッとした。